岩本恵美香です。さあ始まりましたペット図鑑、なんと今回からズースクエア藤枝店からお届けすることになりました。一体どんなペットと出会えるんでしょうか。早速行ってみましょう。今回からお邪魔するのはこちら、ズースクエア藤枝店。広い店内にはワンちゃん猫ちゃんのほか、爬虫類や小動物まで様々な種類を取り扱っています。イベント情報などは SNS をチェック、 LINE のお友達追加も忘れずに。さあ早速中に入ってきましたが、うわ広いですね。そして商品もかなり豊富。あ、見てください、これから寒くなるからこんなあったかグッズもあるんですね。かわいい。あ、早速店員さんが待っててくれました。松田さんですね、よろしくお願いします。お願いいたします。あの藤枝店初めて来たんですが、はい、どんな特徴があるんですか。そうですね、商品においては従業員がこだわり抜いた商品を置かせていただいております。まあここからね探していくのも楽しみなお店ですよね、はい、ワクワクします。まずどこを紹介してくれますか。はい、ペットショップといったらまずはワンちゃん猫ちゃんからこちらになります。はい、あ、じゃあお願いします。さあ犬猫コーナーにやってきましたが、もう早速ねここに猫ちゃんいるんですよ。いやーこんにちは、やってきてくれた。にゃんて可愛いんでしょう。あー可愛い。こちらのコーナーの特徴ってあります？そうですね、ミックス犬を取り扱い始めたのと、うん、縦にいる子をこの子が欲しいよとかって声かけていただければ、はい、こちらの店舗に連れてくることができます。サロンあるじゃないですか、はい、そういった施設もこちらにはあるんですか？そうですね、ペットサロンの他にもドッグキャットのホテルや動物病院も併設されてますので、問題は当店で解決できます。なるほど、すごい、ここに来れば全て解決、はい、いやー頼もしいですね。商品がかなり多いじゃないですか、はい、松田さん一押しの商品ってあったりするんですか？はい、ズースクエア限定の竹炭からできた洗濯洗剤になります。化学物質不使用の安心安全な洗濯洗剤になります。また天然素材というところが安心できますね。そうですね、はい、皆さんもぜひチェックしてみてください。ではじゃあ次はどちらに。では次は爬虫類コーナーをご案内させていただきます。はい、お願いします。お次はこちら爬虫類コーナーになります。うわ、なんかすごいジャングルの中にいるかのようなレイアウトですね、はい、かっこいい。ではこの爬虫類コーナーの特徴を教えてもらってもいいですか？はい、初心者の方からマニアの方まで楽しんでいただけるラインナップになっております。なるほど、それだけ充実しているんですね。あの私今ちらって見て気になったのが、すごい大きなケージありません？はい、当店オリジナルのケージになっております。オリジナルですか？え、見たい。え、わ、すごい。え、ケージっていうよりなんか一つの本当にお部屋みたいですよね。すごい。このサイズのケージも、うん、このサイズのグリーンイグアナがいるところもあんまりないと思います。うん、ですよね。おすすめっていますか？はい、11月は1ヶ月通してスネークフェアとなっております。なのでヘビがお求めやすい価格となっております。なるほど、そういう月間で何かイベントみたいなのがあるってことなんですね、はい、では次はどちらに行きましょう？あちらアクアコーナーをご案内させていただきます。アクアで、はい、はい、続いてアクアコーナーにやってきましたが、こちらの特徴って何ですか？はい、生態はもちろんなんですけど、水草の種類を多く揃えております。うわ、本当だ。あ、結構奥からここまで水草なんですね。え、しかもなんか分かりやすいですね、見やすい。そうですね、そこはこだわって置いております。これだけあれば、あの自分のレイアウト、あ、これが合うなっていうのを探しやすそうですよね、うん、え、ここすごくないです？こんなおしゃれなものがあるんですね。当店自慢のビオトープになります。今は鯉が泳いでますが、はい、時期によってはメダカが数千匹泳いでたり、大きい金魚が泳いでたりします。え、じゃあもう本当に来る一つの楽しみになるということじゃないですか、はい、え、また大きい生態いますけど、あれは何ですか？こちらアジアアロワナになります。
優雅ですね。まだまだ大きくなりますので、ぜひ玄関にいかがでしょうか。あ、私ですか。はい、あ、かっこいいとは思います。あ、じゃあもう、あ、次行きましょうか。次に、はい、あっちですかね。あ、続いてズースクエア窓、鳥ですね。そうですね、バードルームになります。バードルーム、こちらがメインになります。うわ、たくさんいるし、色とりどりで綺麗ですね。はい、大丈夫です。そうですね、回らなくて、列やってますけど。そうですね、放鳥時間を設けてますので、はい、その時間によってはいろんな子が自由に飛び回れるように遊んでおります。慣れてる子だと過去とかに乗ってくれたりもします。そうなんだ。いやー、かわいい。あの奥にもなんか同じようなお部屋があるように見えるんですけど、はい、あちらは小動物コーナーになります。なるほど、こことは別なんですね。そうですね。あ、じゃあそっちもぜひ。じゃあご案内させていただきます。はい、お願いします。この動物コーナー来ましたけど、まずミーアキャットが迎えてくれるんですね、はい、いやー、元気いっぱい。こちらの小動物コーナーの特徴ってどんなところですか。はい、ミーアキャットやプレーリードッグがいたりはするんですけど、うさぎが常時数多くの品種がいます。なるほど、うさちゃんもいるんですね。はい、本当だ、うさちゃんがいる、かわいい。種類によって性格も違いますし、とてもかわいい種類になりますね。うん、癒しですね。本当にこのハムちゃんから珍しい動物まで小動物コーナーにはいるんですね、はい、いやー、皆さんもぜひ会いに来てみてください。さあ、松田さん、はい、一周ぐるっと案内していただきましたが、本当にこだわりの詰まった店内だということが分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あの告知ってあったりしますか。はい、毎月11日をワンワンデー、22日をニャンニャンデーとして、ワンちゃん用、猫ちゃん用のおやつが 10% オフで販売させてもらってます。また毎週週替わりでイベントなどもやっておりますので、ぜひお気軽にご来店ください。じゃあイベントの日もそうじゃない日も、ぜひ藤枝店に足を運んでいただきたいですね。お待ちしております。はい、それでは皆さん、藤枝店でお待ちしてます。待ってるね。